ゾイド小型ゾイドモルガモルガはトミーが展開する玩具シリーズゾイドに登場する架空の兵器本記事では核破世機の概要についても記載ゾイド第一期シリーズから登場初出は1984年に発売された玩具商品となるインタビューにおいてトミーの田島豊と袖島慶が語ったところによればモチーフには モスラ幼虫も取り入れられており、コレトコラドンをモチーフにした、サラマンダー、ゴジラをモチーフとしたゴジュラストで、三大怪獣地球最大の決戦に対するが、語られている、ゼネバス帝国軍及びガイロス帝国軍の昆虫型、ゾイド。機体の設計は、ゼネバス帝国のガラモス隊によって行われた。低い対抗と重装甲を持ち、特に東部装甲は、 他の部位の2倍以上の厚さによって強固な防御力を持つ。これを利用した突進攻撃も可能で突撃部隊や特殊部隊で重宝される。この東部走行に守られたコックピットと姿勢の低さから突撃用ゾイドとしては高い生存性を誇る。また陸路を走破するだけでなく土の中を掘り進むことも可能。 中央大陸戦争中のザック2044から2046年頃には第一線を退く。西方大陸戦争時代からはガイロス帝国軍で運用されている。汎用性が高く様々なバリエーションが存在する。中央大陸戦争初期に開発されて、以来、惑星、地で最大の生産数を誇る。コンテナには、 標準でミサイルが格納され、これを下ろすことで、兵員や貨物を輸送することも可能。は、中央大陸戦争時代の装備故障。は、第二次大陸間戦争時代の装備故障。モルガの開発ベースとなった野生体は、中央大陸の地底族が古くから家畜として利用してきたゾイドである。トンネルの掘削から物資の運搬、建設作業に刺激され、 ザック1900年頃には簡素な車輪や操縦席を取り付け、部族間紛争にも参加した。キットは大きく4節からなり、第2節に内蔵された小型全イユニットを動力としてタイヤで走行する。このタイヤが変身しているため、第2節は全身に伴って上下し、かつタイヤを噛むとして起動されるリンク機構により、第1節と第3節が 上下動する。これに、第三節に、フリーの関節で追随する第四節の動きが加わる。ため、全体として、芋虫のくねり動作が再現される。手動ギミックは、頭部走行及びその中のコクピットハッチの、開閉並びに、第三節背面の開閉及びその中の2、連想ミサイルの旋回である。海外版では、旧仕様の銀色部分が、 銀メッキ、小豆色部分が黒などという製品もあり、多くのカラーバリエーションが存在している。イムズマイナス03モルガパッケージ裏に掲載された、デザートイエローで塗装されたモルガバリエーション。イムズマイナス03モルガパッケージ裏に掲載。背中のミサイルを、収納式の通信アンテナに交換し、頭部上部に通信用パラボラ、または、対空レーダーを装備したバリエーション。 対空警戒と情報収集で効果を発揮する。ギガバイト用ソフト、ゾイドゾイドじゃ新復活。ジェノブレーカー編では、レーダーモルガという名称で登場している。EG-006 ーーモルガに CP-07 キャノリーユニットを装備した仕様。長距離攻撃、大型機への攻撃を得意とし、元来モルガが持っていた輸送能力も向上した。 機体故障は媒体によって表記揺れがあり、アサルトモルガ、モルガ CU、キャノリーモルガ、モルガキャーリーと一定しない。PS 用ソフト、ゾイドニヘリック共和国 VS ガイロス帝国には、モルガ自走砲タイプという名称で登場し、小型クラスでは最大級の火力を誇る。長距離砲を装備することで戦闘力が、 大幅に強化された e イナス0 0 6モルガである。その中でも緑を基調としたカラーリングの機体は、ガイロス帝国軍輸送部隊のエース、ヤース野口少佐の愛機。アニメ、ゾイドジェネシスに登場した、キャノリーユニット装備のモルガ。カラーリングは、頭部と腹部が暗力色、胸部が黒色。第12話にてゼルフと守備隊の機体として初登場。以降、 ディガルド討伐軍に参加した傭兵隊や無敵団の蒸気として、さらにはディガルド部国軍所属機が支援砲撃を行う場面まで確認できる。HMM で登場。ガイロス帝国軍によって多目的支援戦闘ゾイドとしての役割を与えられたモルガのバリエーションの一つ。共和国の航空ゾイドに対抗するため、3 5トル 実体弾砲者機関砲2門と追尾レーダーを備えたユニットを2機搭載した対空仕様の機体である。カラーリングはサンドブラウン。4門の機関砲による弾幕車は航空ゾイドだけでなく地上の高速戦闘ゾイドに対しても有効であった。HMM で登場。ガイロス帝国軍によって多目的支援戦闘ゾイドとしての役割を与えられたモルガのバリエーションの一つ。 モルガの腹部とビブを新規のコンテナユニットに交換した輸送用の機体。カラーリングはダークパープル。前線では死体空ミサイルを装備して戦力投入されたほか、さらなるバリエーションとしてクレーンを装備した補給、回収用のトラックタイプも存在する。こちらは便宜的にモルガ、トラックと呼称される。モルガ AA やキャノリーへの弾薬補給や、 行動不能に陥ったゾイドを部品ごと回収するなど様々な作業に用いられたゾイドバトルカードゲームで初出。後にゾイド公式ファンブック3掲載。頭部にドリルユニット、コンテナ部にノズルを装備し、工平部対応のために開発されたが突撃機としても十分な威力を持つゾイドバトルカードゲームでは 地中移動能力と格闘能力に主軸を置いたカードとして扱われる。攻撃力など各種性能をアップさせたカスタム機体。ゾイドサーガシリーズ、サイバードライブゾイド機銃の戦士、ヒューに登場。名前の通り基本色が黒のほか正面の装甲が一体成型かつ鋭角なフォルムになり、全身にトゲがついている。 学年史、小学3年生1985年3月号で、初出。ゼネバス帝国軍、ガラモス特殊工作部隊の所属機で、ロケット砲やミサイル、電磁砲で火力を増強している。砂漠の戦いに使用された。学年史、小学3年生1984年11月号、掲載。シャチ型の改造機。 学年史、小学3年生1985年2月号、掲載。背部に、ヘリコプターのようにローターをつけ、飛行能力を持った、モルガ。ゾイドバトルストーリー一巻では、グライマーダーと共に、ゴジュラス飛行タイプと戦闘を行っているのが、確認できる。ゾイドリバースセンチュリーにて登場。第一次大陸間戦争時代に、暗黒軍で運用されていた、モルガ。 黒と緑のカラーリングとなり、装甲が強化されている。ウェブコミック、ゾイドモー戦記幻原の雪山及び、ヘビーアームズ系ニヒウルフのキットに付属した、DVD、ゾイドモー戦記特別編に登場。ゾイドモー戦記特別編においては、デザートライガーに登場し、ネオゼネバス帝国軍と交戦した、マヤベルケットの迎えに現れている。月刊。 コロコロコミック誌2000年6月号付録冊子にて掲載された改造モルガ。レッドのカラーが特徴で、機体量横に張り出したエネルギータンクとブンスターによって、機動力、航続距離が向上している。ゾイド、ゾイドマイナス第33話で登場。ガイロス帝国、ホマレフ最小の邸宅の守備ゾイドで、ダークグレーと金を基調としたカラーの機体。 ゾイドジェネレーションズに登場。全身透明のモルガ。ゾイド、ゾイドマイナスに登場。通常のモルガと、ほぼ同型だが、サイズは、数十センチメートルほどの超小型無人兵器。主に対人用に使われ、後部から粘着性の糸を吐き出し標的を捕獲する。ほか、自走式爆弾となる。ゲーム、ゾイドタクティクスに登場。露覚した機体の識別コード。 戦術データ機体カラーを、共和国仕様に変更した機体。装備、性能ともに、帝国仕様との大差はない。書籍、ゾイド改造マニュアルに掲載。輸送部隊のモルガにおいて、都市制圧後のスピード不足を解消するために作られた、改造機。背部には、ジェノザウラーのロングレンジパルスレーザーライフルを追加。後端部には、ブンスター、車輪部には、 大型タイヤとエンジンが取り付けられている。また、前面には衝突の危険性を想定し、バンパーが設置された。初出は、小学4年生2001年2月号。プラモデルキット、HMM シリーズモルガ A& a モルガキャリア、取扱説明書内で言及された、モルガのバリエーション。上述するキャノリーモルガ、モルガ a A& モルガキャリア。 ドリルモルガを含めた、いくつかの機体とともに、ガイロス帝国部隊、スカルフェイスで運用されたとされる。文面での登場であり、ビジュアルは存在しない。作的用のレーダーやジャミング用の電子装備を搭載した、電子専用モルガ。本体より先行し複数の機体が連携して、網を張ることで、高い索敵的及び妨害機能を発揮する。モルガコンテナの回収機。 コンテナのカバーを取り外し、そこに、頭部のグレネードランチャーあるいは 20mm、ガトリングを計4門搭載し、頭部には、防弾プレートが追加されている。主に対人戦で使用される。背部のマウント部に、一度に最大8発もの、ロケットランチャーを発射する2連装ロケットランチャーを、合計8機搭載した、後方支援用のバリエーション機。 左右のハイブマウント部に 50mm 対ゾイド用ロングライフルを搭載した狙撃用機体。さらなる精密射撃を可能にしたスナイパーというタイプも存在し、1人ガンナーを乗せるため片方のライフルを外して、そこにガンナー用国ピットを取り付けている。モルガー AA の対空砲をレッドホーン用のガトリング砲に換装した銃、砲撃用機体。弾丸は、 両機とする、モルガキャリアによって供給されるため行動が制限される上に、発射の反動も激しいため、熟練のパイロットでないと扱いにくい。コンテナを列車上に連結し、積載量と運搬量を高めた輸送船容器。戦闘は考えられておらず、補給や長期行軍の時になどに使用されている。 未部町おもちゃ博物館別館前に展示されている一、一モルが2003年のイベント、大ゾイド博で出展された、実物大のモルが。一種のアーケード筐体に近いものとなっており、内部にモニターと操縦桿をつけて、臨場感を楽しめるように作られたもの。実物大のゾイドが制作されたのは、今のところ、モルがのみ。2005年にはトイザラスを台場店内にて展示。 その後は、未部長おもちゃ博物館前にて、現在も展示されている。ザック1978年から2028年には、ゲーターと共に、すでに配備されていたとする二通りの描写が存在する。2008年8月に発売された、HMM モルガの解説においては旺盛な、繁殖力と高い適応力を持っていたため、 冒険商人ランドバリーの指揮のもとに量産が推し進められ、後に帝国ゾイドの40%はモルガと言われるまでになった機体として扱われている。続く第一次大陸間戦争時代においても第一戦を退いているが、仕様変更した機体が導入されたとする媒体も存在する。ゲーム媒体においては輸送任務の後、 後退し後方支援に従事するとした記述も見られる AB 機体諸言は Hmm-H にモルガ A& モルガキャリアより。ただし、全長、全高、重量、最高速度は装備を含まない本体部のみの数値。ありがとうございます。